去年5月、札幌で野球の部活動中に女子高校生が打撃ケージの下敷きになり重体となっている事故で、警察は今日までに女子野球部の監督の女性を業務上過失傷害の疑いで書類送検しました。この事故は去年5月、札幌市豊平区のグラウンドで、札幌新陽高校の女子硬式野球部の部員が運んでいたバッティングケージの下敷きになり、意識不明の重体となっているものです。当時は初めて使用する学外のグラウンドで、練習の準備のため女子部員ら5人で重さ500キロを超えるケージを運んでいました。警察は女子野球部の監督の女性を部員らの近くにいながら安全対策を怠ったとして、業務上過失傷害の疑いで昨日書類送検しました。女子部員の容態は現在も変わらないままということです。